こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は、悪い評価を消すのは必須ということでね、その悪い評価をどう、確認するか、どこをチェックするか、それについての話です。まず、悪い評価は、このセラーセントラルのパフォーマンス、その中のフィードバックというタグをクリックするとチェックできます。セラーセントラルのバージョン、あるいはブラウザによってね、この見てる画面と違う場合もありますけど、フィードバックというところをクリックしてください。で、フィードバッククリックしたらね、違うフィードバック出てきたという場合でも別に問題ないんで、フィードバッククリックしてください。で、見つかりませんと、ね、わかりませんという場合はね、セラーセントラルの画面キャプチャーを送っていただければ、私がナビします。で、悪い評価ついてた場合、このようにね、レーティング1という評価がくっついてます。この場合ね、売れなくなる。カート取れなくなって売れなくなってます。例えばね、よっぽど1日にね、200件、300件の取引ありますと。で、1週間前にそれは悪い評価ついてました。見落としてましたという場合はね、あんま取引自体が多いんで影響薄まってね、そんな売上落ちないということもありますけど、そうでない限りは、1日100件、あ、1日じゃないや、月100件とかね、月50件とかいう取引だと、もうてきめんにこの悪い評価ついてる間、カート取れなくて売れなくなりますんで、すぐ削除する必要があります。でね、このアクションの中には、実はね、悪い評価を消すというための、有効な手立てがないんで、というか、危険な手立てしかないんで、これつきましたということでね、私にすぐチャットワークでご相談ください。あとは、これをやってくださいと。ね、あるいはこの文書でこう送りましょうというのでね、コピペしていただくだけでほぼ消せます。これ消せないんだよなという悪い評価もありますけど、それ以外はもう全部消せてますんでね、結構粘り強く消します。なぜなら悪い評価ついてるとね、もう売れないんで。で、これがいくつもついちゃうとね、売れないどころかアカウントなくなっちゃったりするんでね、悪い評価は必ず早急に消しましょう。またわかんないこと、あるいはご相談、ご報告、確認お待ちしてます。アマゾイスサポーター、堀秀夫でした。